右よし左よし国よし、今日もやってきました国吉 TV、はい、今日は何やるんですか。今日はですね、偉そうですけどもキャッチャー講座をさせていただければなと思ってます。はい、ありがとうございます。キャッチャーって言ってもね、竹虎君、はい、一口に言ってもいろいろやることあるんですよ。はい、ああそうなんですねそうなんですねただまあ俺の中で、はい、もういっぱいありすぎたら、はい、もう、なかなかやっぱ選手もキャッチャーも難しいから、キャッチャーで大事なことは、はい、俺の中では、はい、全部で5つあります。お1つが、はい、配球、配球、ただその配球を作り上げるための2つ目、はい、観察ですか。観察です。はい、打者の雰囲気を見たりだとか、はい、相手の監督どういうサインが出てるのかとか、なるほど、はい、今日のピッチャーストレート走ってんのか、コントロールがどうなのかとか、はい、で自分たちのその守備も観察して配球を出す、はい、なるほど。というのが2つ。観察して配球を出してサインが決まったら、はい、その後もやることは3つだけ。1つはキャッチング。キャッチング。そう。で4つ目にスローイング。スローイング。ランナーがいるときはね、スローイングがあるから。はい。でそして最後の5つ目。お。ストッピングです。ストッピング。ストッピング。そんな中でね、今日は5つ目の。5つ目の。ストッピング理論をお話しできればなと思ってます。お願いします。いいですか？いや、もちろんです。ありがとうございます。はい。ということで、国吉さんのキャッチャー講座、まずはじめに基本的な構え方について。構えの部分でいくと、こう膝を閉じてしまうと、はい、ボールを今度取りに行くときに、今度それをまた開いてこうやらないといけなかったりとか、でその分ロスが起きてまた下から抜けていくこともあったりするので、はいはい、どちらかというとしっかりとこの、なんだろう、ひし形見て、このひし形で、はい、構えてあげる。こう力こっちとあってこう見て、やることによってストンと落ちるっていうのは構え方っていうのは非常に大事だと思ってます。わかりました。そう、基本的な部分が分かったところで、次は本題のストッピング。お尻が上に上がってしまって、はい、どうしてもこういう風にジャンプして入ると、はい、その飛んでる間にまた下抜けていってしまうので、そうではなくて基本的にはもう膝をストンと落として、そのままそのままそのままで、グローブは基本も地面に立てる、はい、であと右手はしっかりミットの後ろに隠す。それがちょっと横に反れた正面だとどうなるんですか。自分の正面、そして1メートル圏内に、はい、ボールを落としてあげないとランナーが走られたりとか進塁してしまうから、基本的には自分の目の前、はい、目の前、自分の目とボールとその先にランナーがいるようなところに落としてあげる。すげえ。なのでサイドにずれた場合は、はい、体をそのホームベースのところに体を向けてあげる。はい、あ、なるほど。こっちも同じく体をこう向けてあげる。1メートル以内にこぼすためにはなるべくあの体をクッションにしてあげる。まあ、体をね、あのくの字にしてあげるの、横から見ると体を。あ、なるほど。こういうね、くの字。膝と上半身でくの字を作るんですね。だから顎を引いて、はい、ワンバウンドしたところをしっかりと見てあげれば、はい、勝手に体がこうなるから。でそれがボールを怖がってしまって、はい、よく、顔を反らすなとか、はい、コーチに言われると思うけど、ボールを怖がってしまってこうなっちゃうと勝手にくの字じゃなくて、この縦棒になっちゃうから、あ、これで全部弾かれていくよね、ボールも、はい、でそれをくの字でやってるとこういって当たってそのまま真下に落ちる、はい、だから基本もボールを怖がらない、しっかりと見てあげれば、はい、勝手に、おお、すげえすげえ、勝手に黒字になるし目の下にそのまま落ちてくる。いきなりこっち構えてからこれでやっちゃうと、はい、なかなか慣れないから、はい、順位からいったら、もう初めからこの状態にしておく。おお、ボールを見る、あのワンバウンドするところを見る練習、はい、構えたままで、もう一個、はい、あのもうそもそもボールが怖いですと、はい、いう子たちもやっぱりキャッチャー始めた子ばっかりとか、怖いですよ、野球始めた場合は、はい、キャッチャーの目の前に、そう、はい、投げてここから、はい、ボール来ないから怖がらずに見れるっていう感じで、ワンバウンドするところをしっかりと見る。ノウハウが分かったところで、こっから国吉さんのストッピング祭り。おお、わあ、ナイスト。おお、
おお、おー、ナイスト。今のめっちゃいいっすよ。せやろ。はい、さすがっす。あ、来ますよ来ますよあー、すげえ。俺の考え方としては、はい、なんだろう、ストッピングのそのテクニカルの部分と、はい、あとショートバウンド、ストッピングする前の準備っていうのがすごい大事だと思っていて、はい、準備っすか。そう、ピッチャーが小判投げる、はい、で小判にも2種類2種類ですか。小判に2種類ある。想定内の小判と、はい、想定外のショートバウンドというのは、基本例えばフォークボールとか、はい、チェンジアップとか挟む系の球種って基本ワンバウンド、ショートバウンドをさせて、はい、空振りを狙う球種なわけ。そうですね。ってことはキャッチャーも、はい、投げる前からショートバウンドの準備ができるわけ、気持ちと体の中でなるほど。そう、低くなって、はい、気持ちもこっちの準備をするの、はい、っていうのはある程度想定しているショートバウンド、はい、でもう2つ目 その想定外のショートバウンドっていうのがストレートとか、はい、あ、そういうそのショートバウンドしづらいようなカウントとかっていう時に、はい、まさか来てしまうっていうその想定外のショートバウンドが出てくるので、はい、あのキャッチャーの意識の中で、同じショートバウンドでもイメージできるショートバウンドとイメージできないショートバウンドっていう形で2つに分けてある、はい、なるほど。出した際に対してはショートバウンドが来そうだっていうことであれば、はい、もう事前に準備しておく。想定外のものに関してはどうするかっていうと、はい、もうこれはもう練習しかない。これ監督しかしてないんで、はあ、じゃあもう分かんなかったですけどキャッチャーですね。キャッチャーよ、お前が生まれる前からキャッチャーしてんだからよ落ちたらそっか。はい、クリーンさん、お疲れ。はい、お疲れ様です。お疲れ様でした。ストッピング奥深いですね。ストッピングめちゃめちゃ深いです俺こんなストッピングや保守人生でキャッチャー人生でこんなにストッピングが楽しかったのは、今日はもう3本の指に入ります。3本の指に入ります。3本どこっすか一番楽しかったです。あ、なるほど、はい、ストッピングの練習も、はい、皆さんご覧の通りめちゃめちゃ地味です地味です。いや、でもそれを、はい、今その姿見たら、まあ、ピッチャー陣の我々からしたらすごい感謝が持たれますね。いや、本当そうなの。覚悟と感謝を持って小判を投げれますね。そうです、はい、実は結構やっぱりバッテリーって、まあ、夫婦とかよく言われるけども、はい、キャッチャーがこういう地味な練習をやってるっていうのを、はい、ピッチャーに見せてあげるのもすごい大事なの。あ、なるほど。超大事で、今言ってくれたように、はい、感謝だと、はい、俺の球を受けるためにやってくれてるんだ、はい、であいつこんだけ練習したあいつだったらもう信じてランナー3塁いようが、はい、スライダーフォークボール投げてやろうと思ってくれるわけですよ、はい、なるほど。ピッチャーはまあ、ぜひですね、これで少しでも、はい、キャッチャーのストッピングや、はい、キャッチャー面白いなというふうに思ってもらえたら、はい、あ、私国吉監督は嬉しいです。わかりました。はい、はい、それでは、はい、キャッチャーに大事な一つ、それがストッピング。今月のプレゼント、まず一つ目、ロンティーキングでも採用されたブラックキャノンマックスをまず1名に、そしてインパクトを可視化して打率を爆上がりさせるスーパー商品ベクターボールを10名様にお届けします。そしてそして国吉さん大奮発して買ったキャッチャーミットデュアルキャッチを1名様に、そして巻きつきシャドーピッチング竹虎バージョンを中学高校いっぱいをかける3、少年中学入門をかける2をプレゼントいたします。チャンネル登録コメントよろしくお願いいたします。2019年アッパレオンラインショップやっております。イケてるパーカーを数多く用意、フルジップパーカーとプロオーバーを用意しました。着てるだけでイケメン美少女になれる魔法の服なんだとか、ぜひチェックをお願いします。